おはようございます。おはようございま す。朝じゃない、夕日だもん。夕日ですね、もう。今日は何をするんでしたっけ。この鉢、この鉢に何かを植えるということで、はい、これは Q さんの鉢です。はい、僕が作った新しいやつ。うん、可愛いの。もみじかな、くっついてるし、Q、はい、マークもあるし。ありますね。ね、一応四角で根物なんで、こんな松どうかなと思って今出してきました。はい、こんな感じになる。ただほどいてみないとね、根っこでね入るかどうかなっていう感じです。やってみましょうか。やってみますか。今ね、松はね根っこなんか全然切れないですからね、軽くしか植え替えできないんですよね。はい、かわいそうだからね。今回ここ鉢20個ぐらいかな、いろんなのがあるんですけど、これはあの体感展あるので、はい、そちらに持ってくということで。京都ですね。京都の体感展という、毎年行われる都メッセですね、会場は。うん、白いのがいっぱいありますね。この白いのを取っちゃうといけないんですよ、松はね。これ金ですからね。金婚金。うん、だから軽く、本当に軽くついて、大観天都メッセという平安神宮の鳥居の前にある大きなイベント会場で、11月の24日から4日間、月曜日まで次の週の。ああ、4日間もあるんですね。4日間ですね。この全国から展示品も集めるし、売店もいろんなところからいらっしゃいますので、展示綺麗ですよ。うん、そこに毎年大野さんも出展されてる。そうですね、もう何十年も行ってますね。私がまだ若い時から行ってます。ピチピチの。そうですね。こんな感じでね、これちょっとね、根っこがね、粘りがほらこうなってて、下にあるんでね、これ切れない。ここは切っちゃうとグラグラしちゃうんで、もう丸めて入れるしかないです、今の時点ではね。本当はこれをビューって伸ばして植え替えを正式にするときはするんですけど、この木なくなっちゃうんでね、冬場はもうこんな感じ。ギュッてギュッてやるしかね、正式な植え替えではないですね、今ね。11月ですからね。で、この枝がちょっとおかしいじゃないですか、伸びててね。出てますね。うん、だからこれ取っちゃいます。はい、元からビツッと。で、あとは本当は針金で曲げた方がいいんだけどね。で、切ったところにはキニヌールを。キニヌール、キニヌール、こう、こう黒く、炭です。炭、除菌、まあ、殺菌剤が入ってる炭ですよね、腐らないようにね。で、古い葉っぱで汚いのをこう取って、このね、袴取るとすごい綺麗になる。元からくっついてるやつ、はい、見た目がガラッと変わりますので、私は取ります。風がすごいですね。うん、風強くて、ちょっと作業する状態ではないです。ちょっと今日はきついですよ。今日はちょっときついですよ。大野さんも体感展の準備が今忙しいところです。はい、すごい忙しいです。ね、ちょっとタイミング的に今日になってしまいました。うん、後半で大野さんの体感展に持っていく商品の紹介もさせていただきます。はい、よろしくお願いします。こう、曲がり的に言うと、ここが前になるかな、こんな感じ。ここが頭になってね、はいはい、そんな感じでしょうか。後ろの方だからね、ここだね。と、どれにするか。これスポッて入りそうですよ。そうですね、四角い方がいい。四角い方がいいでしょ、かっこいいでしょ。一番上から見て一番入りそうな、これかな。ちょっとずつ大きさ違う。あ、これ真四角に近いな。もみじより葉っぱの方がいいかな。松、どうです。もみじに植えちゃうと、もみじ買う人困るから。両方球入ってるから、どっちでも平気だし。そうですね。ちょっと突っ込んでみますね。入るかどうか。ちょっと出るな、根っこが。ちょっと出ますね。うん。ここは根上がりみたいな形にするしかないかな。はい。ここがね、切れないから、今。うん。うん、これが切れちゃえば別にどっちことはないんですけど。難しいですよね、この時期の植え替えはね。鉢合わせっていうことで正式な植え替えじゃないから。はい。あんまり気にしないでやりましょう。まとめて、ガーガーうるさいですね。いつもの3点セット、大中小。はい、で、今日ちょっと砂多めで松なんでね。あ、マグマプケ入ってますね。はい、はい、で、この根っこがね、飛び出るのが分かったので、ここで
少し縛る、うん、ラファイアで縛りましょうか、はい、ね、先に縛っとけばあと楽なんで、ラファイアだったら後からね取んなくても楽ですから、はい、こんな感じでやっといて、裏表こっちかなとりあえず突っ込みます、はい、こういう感じになりますかね。このくらいやってもクロマツは丈夫ですから、多少ねギュギュやっても平気です、はい、真ん中よりちょっとこっちになってるんだよね。将来的に多分こう下げるんじゃないかと、今立ってるじゃないですか、はい、でもこれじゃおかしいから、この辺引っ掛けてね、うん、グッと下げるとこっちに隙間があった方がかっこよくなるから、そうです、ね、真ん中に入れないで、でこれラファイアに引っ掛けるんですよ、ここで、はい、ラファイアにね、それでギュッて引っ張ると落ち着くんです。で反対側も2箇所止めですね、こうやってラファイアに引っ掛けて引っ張る、よいしょ、はい、はい、これで一応定着しましたね、はい、であとはね針金かけたりこっち曲げたりは後々の作業ということで、うん、まあ簡単な植え替えの仕方ですね、はい、まあ、この時期はこんな感じなんですかね、うん、そうですね、だから今ほらちょっとお正月に松をちょこっと玄関になんていう時に、うんうん、ね、こういう苗木があったら自分で軽くねやっとくと、よいしょ、まあ、つっついてなるだけ取ってしまった土を中に入れてあげましょう。よ入らない、根っこが多いから根っこが多いから入らない、パンパンです。もうちょっと飾り砂です、飾りの、これやってから苔を張るとよくくっつく、だからこれをよいしょ、お、ビュー、ね、一応終わりました。わー、風強いですね、嵐ですね、折れそうだね、おー、すごいですよね。でね、これね、ちょっとだけ土取ろうか。これはあのコンクリの上に生えてた苔なので薄いのですが、まだ少し苔が、うん、泥がついておりますので少し取っちゃう。根っこ隠れたね、ちゃんと、ね、でちょっとここが張ってるから、うん、そこが張ってくれといいんですけどね、そううまくいくかというか、かわいい、かわいいしか、うん、このまんま京都へ行って、はい、鉢のところに飾りましょう。ありがとうございます、はい、今回は大野さんのご招待で私行けますので、はいはいはい、その代わりちょっと働いてもらいます、働きます、はい、人手が足らないんでね、はい、よいしょ、あったね、うん、いいじゃないですか、いいっすか、うん、かっこいいよね、かわいい、この鉢なかなかいいですよ、ありがとうございます、うん、ね、この色の鉢ってあんまないから ね、うん、ね、これからこうちょっと針金かけて、そうですね、かっこよくなりそう、あのコンクリートっぽいから、うん、なんかね苔となんかね道路の感じというか、ああ、ね、そういうことか、そういう感じがそういうことね、はいはいはい、面白いね、発想がね、うん、まあ松じゃなくてもこの色だったら何でも合うんじゃないかな、選ばないからね、そうですね、長寿梅とか合いますね、きっと ね、赤い花ね、梅でもいいし、もみじも合うし、何でも合うわ、意外とね、この色の鉢売ってないんで、うん、まあ、ぜひ、京都に来た方はこんだけしかないですけど、はい、何個あるの20個ないぐらいかな、あとこういうのもあるからね、うん、あと普通のやつ持ってきます、あー、はい、そういうことでした、そういうことでした、はい、はい、続いてはこれはね、根上がりの大梅という種類です。大梅というのは黄色い梅と書きますけど梅ではありません、はい、皆さん時々間違えます、こういう植物で、うん、花が真っ黄色でちょうど国風の頃咲くんですよね、うんうん、2月温めると1月の終わりぐらいでも咲きますね、はいはい、で真冬の展示会でほら花が梅があればね梅でもいいんですけど、うんうん、ポエとして使うのにちょうどいいんですよね、松を飾ってこの脇にねちょうど咲きます、でこういう素材が手に入りました、はい、だけどこのまんまじゃどうしてか分かんないじゃないですか、はい、でさらに根っこがこう股開きになっちゃったりなんかして、なんで
これをね、これからうまくかっこよく、ただちょっと葉っぱ取ります。葉っぱがあると見にくいんだよね、はい、もう本当はもう落ちてるはずなんだけど、あったかかったせいかついてんだ。もういらないですよね。ただ葉っぱ取ると咲くかもしれない、早く咲かすんなら取っちゃった方がいい。もう花芽がびっちり来てるんですよ。見えないかな。アップで取んないと。これが花芽、ここが花芽、ね、こう元にあるんですけどね、これとかこれね、これが膨らんできて花になる。大梅って言うとなんか値上がりのイメージがあるんですけど、こういう風になりやすいんですか？いやあんなことないですよ。刺して置けばどんな形にでもなりますけど、結構値上がりで作ると面白いからじゃないですか。もうね、畑の土で植わってるからね、こういうねお安い苗木はね、ちょっとほらほらほら、これね一度全部落として洗います、はい、根がほらまだ柔らかいから、こういうやつは、うんうん、さっきの松はね、だいぶ立ってたんであれですけどね、洗います。はい、こんな感じですね、はい、これね、こういう股のとこに残ったね、こういう残り物は切っておかないとみっともないですから、ね、で、これもちゃんと墨を塗って保護しておきますね、はい、これをね、編むんです。編む、さっき言ってた広がってるから、うん、広がってるからおかしいから、柔らかいからね、根っこを編んでいく、こんな感じ。適当でいいんですか？うん、もうね、ただここのとこ穴開いちゃうからね、うん、ここは一回あれで止めないとダメですよね、やっぱり一本に、うん、一本にしないとおかしい。こうなってればね、多少くっついてればあれで、でもやっぱおかしいじゃないですか、うん、間があって、そうですね、ね、ラバイヤで、これもちょっとでいいですよ、ここで縛ります。よっ、こうやっとって、それで、ね、これ根っこ長いからね、これあの丈夫なんで、松なんかと違って今切っても平気ですよ、はい、切っちゃいます。もうちょっと切りたいんですけどね、うん、でもそれは春で、こっから先ですね、すぐに使わないようでしたら、アルミ線でこうやって、ここギュッと閉じて、はいはい、これはね、曲げらんないの、すごい硬い、ポキっていきます。これだから、ハサミ作りでやっていくしかないんだよ。根っこは柔らかいの？根っこは柔らかいです。根っこはまだまだ。枝が硬いのね、本当はこれを曲げたいんだけど、曲げたらポキってきます。なので、ここで、うん、これ花芽あるけど向きが逆なんですよね、だからいらないからこっちの枝取っちゃう、はい、で、これをこんな感じで、これまっすぐなんだけど花芽がね、うん、あるのね、先端に、うん、だから後でここで切って、花咲いてからね、なるほど、うん、どうしても切りたい人はここに花芽がありますから、ここで切っても問題はないんですけどね、うん、ちょっとやっぱり切りたいよね、うん、で、ね、ここでこう曲げることも、うん、圏外にしたい人はこう、うんうんうん、頭こっち、わかります？はい、でこれいらないかな、ちょっと長いんだよな。そういうのがすごい気になるタイプです、はい、でこうやっちゃってからのこれをちょっとね、本当は切りたいんですが、さっき半分切っちゃったんでね、こっちかこっちか、こういう感じで植えておくと。で、まだ咲くのが12、1、2、3ヶ月あるから、それまでこういう状態で、もし花が咲き始めたらこれ切っても、冬場なんで早く固まるから、はい、OK かなと思います。風の音入りますね。風の音入るでしょうね、これは嵐です。ね、そこは見よう、よいしょ、で、洗い土を入れて、もうここはもう定番なんでね、はい、これね、本当は切りたいだけど、今切っちゃうといかないので、ちょっと丸めます、はい、丸めます。で、どこに植えるか、足が前に来るようにするので、どうも気に入らないで、やっぱりこれを切るか、これを切るか、うん、そうですね、わかります、うん、切りましょうか、これを切りましょう、これを切っちゃおう、はい、そうするとね、両方から見られるようになる、うん、
ここの場合もさっきと同じように根っこが引っ掛ける硬いところがないので、ここにこのアルミ線に引っ掛ける感じ何でもいいですよ、引っ掛かれば、はい、圏外なんでちょっと持ち上げといて一箇所でいいかな。この時もグラグラなんでね、下が手でちゃんと押さえておかないと向きがどんどん変わっちゃうので、この指、結構大事なんですよ、押さえてるんです。高さもちょっと上げながら、そう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 、沈まないようにしつつ、じゃないと圏外にならない。やっぱ鉢ちょっと大きいやね。こんな感じですよね。こんな感じになりました。ちょっとね、枝の曲げたいんだけどね、曲げられなくて、ちょっと浅いけど、はい、こんな感じですね。裏から見てもおかしくない、うんね、この辺咲きますからね。全部花芽なんで、これ有料種です。ここまで花ね、来てるね、苗木あんまないですから、びっくりですよ。こんなのでもね、見るとすごい花いっぱいついてる。これなんかも全部花だから、ついてますね、ブツブツブツってね。1月の半ば頃だったらちょっと温めれば咲くから、展示会ある人ぴったりですね。で、今のうちに買って曲げとく曲げて、まあ、植え替えもやっちゃった方がいいですよね、花の前にね。そうそうそう、こういくらでも曲がるから、こう、うんうん、こうね、下げたい人は下げるし、逆は今ないでね、一回こうやってからこうやってとかね、いろんな形楽しめます。こんだけ長いと面白い、もっとぶら下げたいって人はこう長いので、これ京都でも売ります、はい、結構持ってくんですか、数は。20本かな、20本ぐらい、うん、もっとあるけど、何同じの持ってかないから20本で売り切れ、ごめんなさい売り切れごめんで、はい、ただ量は結構ありますよね、ここにありますけど。そうですね、紹介しますか。はい、やります。盆栽用のは盆栽以外にも苗木をいっぱい持ってくんですけども、種類が多いんです。少しずついっぱい持ってくんで、さっきほら植え替えた5倍、あ、これ切ってないね、切んないといけない、うん、こういう花芽のついてるやつでしょ、はい、で、この下にね、しだれ桜が隠れてるんだけど、見えないしだれ桜もあるんですね。しだれ桜このくらいで苗木です。自分で鉢に入れてもらう、はい、花芽はいっぱいついてますね、はい。それとね、こ松ね、このちっちゃい松がね、入ったんでね、これ、黒松。こっからね、やればね、芽もいっぱい出てるんで、少し芽整理してもらってね、ちっちゃい鉢入りますよ。これはグッとなります。豆ね、この下にでっかい松ありますね、こういうの。これはもう、自分で掃除してもらうしかないんだけど。みんなね、巻きになってるから、そう、その分お安くなってるんですかね。そうですね、で、あと山野草も笹とか笹が、これは黄色のね、稚児笹、黄色で、あとこれほら、お正月に使うやぶこうじ、これはポットです。ポットです。これはね、どうでも使える。それから南天もちょっと鉢に入れたら可愛いですよ、こんな盆栽風なんて、寄せ植えに使ってもいいしね、この辺はね。で、これは心拍はね、ぐちゃぐちゃなんですよ、まだ全然出来上がってないんですが、これがいっぱいありますので、均一なんで好きなのを選んで、もう太いのも細いのも同じで、ね、ここが変なもんが入ってる、これ夏坊主夏坊主知らない、知らない。夏に葉っぱも全部落ちちゃって枯れたみたいになっちゃう。ああ、だから夏坊主、はい、それで夏坊主、それで秋に葉っぱが出てきて今頃花咲きます。へー、実もなります。赤い実です。花も変わったの、黄色い花ですね、うん、で、実もなります。夏坊主とか、これがね、男用染め、え、用止め用、どちら、男用止め染め染め、男よ、そういう名前の、うん、あの赤い実がこうぶら下がるガマズミみたいな、うん、ガマズミは上向かる、向かうんだけど、こう赤い実がこうぶら下がるのも、アセビ、うん、これは白になるんですね。で、これが可愛いですね、これはね、もう花芽がびっちりきてるでしょ、うん、とヒューガミズキ、トサミズキより全然小さいんです。花つきが抜群に良くて、黄色い花で真冬に咲きます。これはもみじ、これはね、うん、使
作ってた途中のモミジですが、まあ取り引きしてもよし、うん、そう、そのまま元がすごいからね、うん、こんなのね、これね、元すごいのでね、これ取り引きしたくなりますよねここで、うん、服からね、みんな言ってます、そう、とりあえず取り引きとか言ってて、それから下で吹かせて、でね、面白いのはやっぱり一歳ザクロが入ったので、一歳ザクロ出るかな、出るかな、ほらほら、あ、これ2本入ってるこれザクロの花ですね、はい、今頃咲くと実になるんですよ、こんなちっちゃいザクロの実がなる、これうちでも、うん、一歳ザクロ、一歳ザクロ、これはうちでも挿し木してますけど、これは今回ちょっと大きめなのが入ったので、ザクロね、で、これは連山ヒノキか、これは連山ですね、連山、これも動画やりましたね、はいはい、俺掃除してないんですまだ、ほら、だから買った人掃除してくださいでしょ、で、あとこれね、長寿梅、長寿梅、長寿梅、花がちょうど終わったけど、まだどんどん咲くんで、これ葉っぱちっちゃい方の、花が真っ赤でちっちゃい方のなんで、いい種類ですね、で、胡椒梅、胡椒梅人気ありますよ、ね、胡椒梅出すのはちょっと至難の、ちょっと危ない危ないんですよ、胡椒梅これちょっとがたいでかいけど、はい、ついであるんでね、取り木素材にしてもいいし、そのまんま育ててもこんなだから、うん、はいはい、実つきは抜群にいいですね、それからこれ白下いっぱいある、白下白下白下はうちの場合こういう形になって、これは私が作ったんじゃないんだけど、うん、これがしつこいじゃん、はいはい、ここで切って刺します、うん、ここで切って刺します、3本になります、そうですね、はい下は下で下でちっちゃくします、でこれがアズマ御用、アズマ御用はもう全然まだ曲げてないので、まだ曲がります、はもう十分曲がります、アズマ御用の未生何年生かな、4年生ぐらいですかね、花生、うん、もまあまあいいと思います、でこの辺ケヤキね、ケヤキはまあ持ち上げなくてもわかるがね、ケヤキ、こっちもみじ、これはね清姫ですね、清姫もみじですが、葉っぱがこんな感じで、だいたいあの欅作りにするもみじだから、うん、あんま曲げないし曲がんないですよ、ポキポキ折れますから、そうですね、これとこれはちょっと大きいんですけど同じ清姫です、太い葉っぱも大きいけどね、まあこんなところで、あとはあれですよ、桜がどっかにあるわけだけど、どこに行ってしまったんでしょうか、桜もあると不思議です、見当たりませんどっかの下に入っちゃってる、どっかの下に、この下にある、ほらほら、雲竜のあ、これこれ雲竜桜って言って、こういう風に曲がるやつ、うんうん、で、あとはもう盆栽いっぱいあるけど、この辺がこっちも、あのこの辺がまだあの詰め直してない500円均一で苗木、これがあれですよね、香りヒイラギでしょ、でこれがうちの見沼小紫の一番ちっちゃいやつだけど、うん、ちょうどこのワンサイズ上が売り切れました、今年の分はもうないです、週間で全部出ちゃった、週間の時にはもう色ついてました、色ついてました、じゃあ売れちゃう、うん、それでもっとねちゃんとしっかりした苗木は、あとストップ入りました、売っちゃうと来年のがなくなっちゃうので、花芽がついてて実がないやつは今ストップとかって、あともみじとかね、この辺が赤松と黒松の実生、これまだ掃除してないですけど、うん、そうそう、あとバラ、バラいろいろここら辺だけを持ってます、この辺も、うん、これはこの辺が梅、梅のちっちゃいやつで、これ桜でしょ、それから豆盆栽、はい、うん、豆盆栽が結構売れちゃってあんまりないのだけれども、素材買えば自分で作れるとあそこの、うん、そう、あの素材を 1,2 年作り込んでから鉢上げ、うん、です。ドハゼ。これも持ってる。すごい大量ですね。量はね、何しろ単価が安いので、薄利多売です。なるほど。鉢は？鉢は、どうするんですか？今回。持ってきますよ。いつもと同じで、あの、サッカバチシリーズ。サッカバチシリーズ。うん、いろんな人の鉢、ちっちゃいやつだけです、うん、このくらいからこのくらいまでの鉢はいっぱい出ます、はい、と、あの、並べ終わったらインスタで、あ、本当ですか、します、何しろもう積み込んじゃったから、あ、そっか、見せられない、そうなんです、なるほど、体感点は、
11月24から4から9時から4時半9時から4時半はい場所は京都の都メッセ都です、京都の岡崎公園の隣かな、うんうん、平安神宮の鳥居の横です。そちらに大野さんも、はい、私もそうですね、大河君と Q さんも来ます。大河、はい、もいさんもいるいるいる、うちの斜め前斜め前に平松さんもいるそうなのでみんなでね写真でも撮りましょう。来た方、はいはいはい、記念写真暇だったら暇の時間帯で大野さんが、はい、うん、うん、ということで、はい、お待ちしております。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。